さて今回もクラウデッドブルードットやっていきましょう。さあ前回ねサムネにしたこの左下の場所ですね、新しく家が建ったり工場が増えたりとしていて、かなりね人通りは増えてるね。道狭いかな道狭そうだね。ちょっと広げよう。どう、ちょっとブワッてなりましたね。オッケーオッケー。で一応ね前回で4000人行ったので研究が進むだろうと。まずは進化研究、そこからか。食品がなかなか進んでないので、ここで多分できる緑色の研究ポイントを使うのかなと。あと青も赤もあるんでどうなるんだろう、一気に増えるんですかね。そして人口が4000人いったので、それを入れていかないといけないなと。でまず農場に入れていこうか。何人入るんだろう、まず700人くらいありますね。まだいけそうですが、じゃこれを消費するためレストラン、ベーカリー、あと工場も増やしますかね。まだいけるねオッケーオッケー。あ、なくなってるよ麺が。農場不足でしょうか。人が教育に増えたんで病院の需要が高くなってって感じかな。工場もね増やして、包帯を増やしてるんですけど、包帯が多いのか。オッケーオッケー、多い分にはいいんですよ。だこれもなくて、この下のやつね、一番下の繊維、もう字がねもう潰れて見えませんけど、この一番下の繊維もなくなった上で包帯がなくなるとサービス低下になるんですけど、まあ、保険がねついてますから、なくても繊維ありますからね、大丈夫でしょう。ただもうちょっと農場入れたいね。4000人になってるからちょっと耐えづらいのかな。さあ研究やってみよう。研究なのかな、そもそも進化研究。生産可能なだけだね。あ、これだこれ。工学研究所に増えてるみたいで、置いていきましょう。さあ何がいるんだろう、すごいなここ尋常じゃない。前回一時的になくなった鉄のインゴット等もなんとかなってるかなと。ちょっともう人はね入れていきます。入れすぎかな、鉱山が難しいよね。あ、でもなかったりするんで入れよう。あとは工場、鋳造工場200人、資材工場100人かな。家事も増やして、木工も増やしてと。さあ来ました進化研究。コンクリート、家具、あー家庭的な家作れそうな素材ですね。じゃあ4500かな。家具か、家具に関しては置いてみよう。どっかでね生産してると思うんですけど管理できないので。さあ家4400あって、前回ねいやこんないらないだろうみたいに言ってましたけど、いりますね全然いりますね。あげよう、じゃあこの辺あげるしかないね。でここに置いたかな。あ、家具1000か、家具5000でお願いします。木の板は4000で、400ですね、4000で。はビールとかだよね、4500。一応これを必要とする資源って見れるんだね。そこで多分溜まるだろうと。コンクリは作ってるはずなんで4000かあるね。家具はあ、でも1400かあるか。包帯めちゃくちゃありますね。もっと家を作れるんでしょうけど、今ねこの辺の一等地をあげようかなと。木の板が足りない、増やしましょうか。木は持つかな、多分持ちますね。このゲームは大量生産をどんどんしていけばなんとかなるだろうと、まあ、どこかでね需要が追いつくねシーンがあると思うんですけど、
それすら超えていかないといけないね。木の板は7000だね。最初5っていうのがちょっと気になるな。もうちょっと多くてもね、いいのかなと。さあ今フリーな人が200人くらいか。ゼロにした方がいいのかな、やっぱり。ここ道広げたけど、すごいんだけど、広げたのが無駄なほどいますね。あ、木の板がないから大きな絵が作れないな、一個も。多分全部使っちゃってるかな。木の板は、あ、急激に持ってかれますね。もうちょろちょろって消えていくね。これは無理だね。増やすか。今いる人材を増やしても作ってくれると思うんですけど、一括やるとね、例えば木の板作る人、家具作る人、あとは樽か作る人全体が上がっちゃうんで、今足りないまま上げると多分足りないままなんですよね、ずっと。だから増やしてから上げるしか多分ないよね。この状態で増やせば均一に増えていくだろうと。200人いきましょう。燃料150の製鉄100でいいかな。さあ進化研究まだまだ足りないです。とはいえそんな使ってる感じもしないね。これ研究所の質の問題かな。これ増やしましょうか。10人までだとそんな来ないかな。これクオリティは高いね。あ、間違えた。ちなみに上書きはできないか。この感じなら大きくした方が絶対いいよね。消す方は難しいな。オッケーオッケー、大きくしましょう。やっぱできないか。さあここだけちょっと早いっていうね。いやー多いな。増えましたね。ちょっと見てもらおうか。あ、この辺ちょっと大変そう。オッケー。あー、ちょっと足んないかな。こういうとこはもう埋めるしかないか。いや、どこ行っても人がいるね。畑にもめちゃくちゃな人がいてと。この抜き抜き運動で多分増えてるんだよね、ずっと。1抜き1あたりじゃない？まだ畑入りそうだね。全然空いてますよ。難密状態でもいいから多分作った方がいいんだろうなと。さあ砂糖が前回もなかったんだけど今回もないね。前回もなければ今回もないと。農場を探すかってなると、ここかな。これが木か。この下のこれだ。遠くはないですね。よし、作りましょう。砂糖と、これ置けるかな。ちょっと待ちますね。なくなった。木がなくなってる。板に過ぎましたね。まあ木は取りますか。板はあるかな。あればいいんだけど。ありますね。オッケーオッケー。で増やしておきます。30人制でいきましょう。砂糖と、こちらも砂糖かな。オッケーオッケー。あまりそうだね。ただオッケーオッケー。よし、オッケーたオッケーたオッケーた。これは面かな。4000人はやっぱ超えてこないね、簡単には。この辺置けないかな。来た来た来た。3方向からと。大きな道は置けるんだね。よし、いいんじゃない。ここに家作ろう。
ないわ。で、伐採所に人入れて、ただちょっと人の最大数が減ってきてるか、ちょっと詳細見ましょう。増加率はマイナス 4% で、幸福度上げてギャラリー作ろうか。来ましたね。塗料はもう作ったんだっけな。あとはこの研究だけと。免疫上がって幸福度増加。あと警察署作りますかね。これいいんじゃない、これあるかな、警察署。見分けがつかんなありそうっちゃありそうだけど、入れちゃって、あ、ここにあるね、警察署。これどういうどういう範囲。あ、ちょっとここの間の人入ってないですね。なるほどね。入れてあげたいけどな。ここ低すぎないか。じゃあやっぱ何も入ってないですね。消しましょう。これ仕方ないね、移動させないと。逆に普通の家が置けないんでいい家がね、置く必要があると。ここに引っ越すかな、勝手に。学校病院がね併設してるんで、だいぶいい地区です。でこれが無駄になっちゃうわけなんで、警察署を中心に置きましょう。なんか置けないかな。ギャラリーどう。大きさやっぱこれ固定なんだろうな。これ入るんじゃない。よしよし、警察署北はね学校が入ってるんで、警察署西はギャラリー入れよう。その分この辺ねだいぶ豊かになるんで置きまくりましょう。病院、学校、警察署、ギャラリー、大都市ですよ。めっちゃ人増えてる急激に増えてるんだけど、ちょっと待って、それは対応しきれないね。木はなんとかなったかな。ちょっとまあ今後のこと考えてマックスがいいだろうと。今初めて見たんですけど、これチェーンソーを導入した伐採所なんだね。それは効率いいね。 OK、 超えましたね。面の方も集まっています。倉庫行きましょう。どこがいいかな。前回ここに置いたんですよね。倉庫ってこんな近くに置けたっけ。変わったのかな。前はなんか範囲があったんですが、え、じゃあどうしよう。この辺も欲しいよね。倉庫こことここか。でここら辺これだね、あって、ここ置こっかな。じゃあまだいける。あれ、もう別に難しくなってないのか。なんか作るほど難しくなっていくシステムだったんですけど、そうじゃないね。え、じゃあもう置きまくればいいんじゃないの、倉庫ね。めちゃくちゃ有利でしょ。この辺も置こう。これはだいぶ発展できるぞ。もう倉庫かぶってもいいから置きまくろうよしよし、いいよいいよ。倉庫大発展よ。ありそうだけど、いや置いちゃおう。さあ、でもこれでも一応1000ずつ上限増えてるっぽいので、もう際限なく増やせますね。次はポイントかな。あ、オレンジポイントがないんだ。工学研究しますか。4300くらいか。ちょっと低下率やばいですね。年齢問題かな。この辺高まってそうですけど、塗料はちなみに3000個だね。そんなにないのかなと。
さ増えてます。小麦的に多分1万7000個までいけるんだろうと。あ、でも1万8000いけそうだね。パンを見ると1万8000いけそうです。最大1万8000かな。じゃあ包帯が1万4000。ちょっと病院もっと作れるよ。サービスとしての医療ですね。これやると、まあ、そもそも人口じゃないね、寿命が伸びるんで、まあ、人口が増えると。あるっちゃあるよな。これここでしょ。ここ真ん中を犠牲にしてるんだよね、きっと。警察署、これいらないね。かぶっちゃうけど診療所よ。病院包囲網ですね、このどこに行っても病院があると。道の角には病院があるくらいの幸福市を目指しますか。ここここ。あと人の量かな、変わる人の量で。なんか、あ、効率が1パーずつ上がっていくぞ。押すと後から反応してきますね。よし、病院に人入れましょう。それで変わるんだね、入れておかないと。上げた分だけ健康になりますからね。ちょっと木いらないんじゃないかな。ある程度これ変動幅欲しいですよね。鉄鉱石がちょっと使われすぎてるかなと。砂もないよ、ちょっといろいろいるね。砂か、あげちゃってるんですよね。ガラスにして、ガラスを何かにしてるんだよね。この右の研究テクノロジーっぽいやつは何だろう。全く今んところ出てないですけど、ガラス4600か。ガラス工場どこにあるかな。ガラスは確か前この辺か。割と簡単に作れるんですけど、待って、工具もないね。ってことは警察か。警察が使い切ってるっぽいですね。鉄がないので無理なんだろうなと。よし、やるしかないです。こっちはね、まあ、探しとこよ。鉄60、これ包囲しよう。いけるかな、いけないかな。あ、いけるね。どういう距離感なんだろう。こうか、もう無理だね。ちょっと資材使うのやばいかもしれないね。こんだけ必要性が増すと砂とか使えないんじゃないかな。増やしたでちょっと溜まったか。追いかけっこですね。何かあげると何かが不足すると。バランスよくいきたいね。鉄もっと比重高いのないかな。 10% 50% 60%。 この下2つ入れたいね。じゃあこっちか。そう、無理か。ってこと、ここどれなんだろうな。多分入ってないね。これは石か。4500人ですね。鉄、鉄、もっと比重の高い鉄ないのか。高濃度の鉄を探しています。郊外の方がこうやって囲めるからいいかな。でもいけるんじゃないか。あと料理だけだもんね。ケーキとアイスクリーム、まあ遠いですけど砂取らせましょう。こう砂も買ってればいけるよね。皆さんこれです、基本システムは。このちょいがけでいって多めに取ると、こうやっていくとこれね入れづらくなるんで、あれが正解だね。しかも道路が間走ると、
これ究極系ですね。こう囲ってね、砂を広場にすることができるよと。そんなことより鉄よ。こっちマップの端か。これは石。石はね、ありますね。もうないな。いつか来る交易はまだなんだね。こういうので交換できたら楽なんだろうなと。さ、鉄は見つかることもなく、ちょっと人も少なくと。でこれ上げてますけど、上げた後でこういうとこ減らせば、いや全然いないわマックスが20か。8かな。これ誘導だね。行ってほしい方に。ここもいらないね。やっぱあれか、発展してるから真ん中に来やすいのかな。あ、ここ高いですね。あ、そっか、大きな、そうかそうか、上げてないやつもあんのか。30でこれ入っちゃったらちょっともったいないかな。置けないかな、なんとか。そんな犠牲にする。家一軒と引き換えにやりましょう。あそこで行けたんなら行けると思うんですよ。よし、遠ざかれ遠ざかれ。あ、行けないですね。ここだけか。入ってないのか。いいや、じゃあそこにしますね。効率下がってるっぽいですけどね、明らかに。これ砂糖にしましょうか。これ砂糖じゃないのかな。砂糖でしたね。砂糖から砂糖へ。よし、さあ次1万人まで、あ、6000人か。次6000人で変わると。電子工学はまあ、単純に研究のみで、あとはこの進化系だけだね。それ自体はまあ発展とともにいくだろうと。こっから人口よ。なんとかね、人口増加フェーズに入ろうと思います。